皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、今朝の物欲の方でもねご紹介させていただきました、マシュマロというですね、ピッチシフターモジュレーターのペダルですね、でまず惹かれたのがですね、このイラスト可愛いな、それから全体的にポップなデザイン、あんまり日本でねこういうエフェクター見たことないんですけど、サウンドの方どうかっていうとですね、これまたこう変態チックな独特な、まあピッチシフターモジュレーターなんでね、そういう音なんでしょうけども、これ1台やったらですね1日中遊んでられそうなエフェクターで、ワミーチックなね音も出ますし、でエフェボーイさん自分のライブで使えるかなと思ったら全く使うシーンがないなっていうようなですね、そういう独特な音がする、とっても見た目も可愛いエフェクターなんですけど、神田翔海さんがね代理店をされていてですね、ホームページ見たらアメリカノースカロライナ州のどうもハンドメイドのブランドで13種類もねこんなに出てるんですよね。でどうもあの歪みとかね結構あの評価がね高いみたいなんですけど、その中でもですね特にスカイ5000というですねリバーブとディレイが一体になったね、ペダルがありまして、これも YouTube で見たらですねすごい音がいいんですよね。でリバーブの方は特にあの1オクターブ上か1オクターブ下、これをね選択して音を独特な音になるということで、さらにこうディレイを加えてですね、独自の音が作り出せる空間系の、リバーブとディレイが一体になったスカイ5000、こちらの方もね、リンク貼っておきますので、ぜひサウンドチェックいただきたいなというふうに思います。ぜひともねこのアレクサンダーペダルっていうそうですので、ぜひとも皆様方注目なさっていただきたいと思います。世界中にはまだまだ知らない、いろんなエフェクターブランドがあるなということで感心した朝でございました。ありがとうございました。